んばんは、佐藤拓也です。なんかコメント見てるとゲストさんの影響だと思うんだけど、今日はボーダレスな感じだね、ファルソ。そうですね。ねえ、やっぱり時代は LGBTQ なのかい？そうのようですね。ね、今日ね、楽しみですね。言葉を選ばずに言えばおねえが多いね。ムロ君界隈はそういう感じ？そうですね。本当。だからあ、初見のなんだろう、あ、初見のママさんはどれぐらいいらっしゃるの？今日このあのおもちゃ屋初めてっていうお嬢さん、ママどういう感じ？どれぐらいいらっしゃるのかな？いますね。いらっしゃるかな？うん、ママでもチーママでも結構、うん、どれぐらいいらっしゃるかな？結構いますね。うん、あ、パパもいるんだ。ご夫婦でね。ああ、そう。ご夫婦でご覧なのね。そうですか。いいね。睦まじくて、うん。どうぞどうぞゆっくりしててください。いろんなものを置いてますから。うん、おもちゃ屋ですから。きっと、一緒に遊べるものもありますよ。はい。ね、たくさん遊んでってください。というわけで、改めまして佐藤でございます。前回は狩野翔くんと仮装をして盛り上がってたわけなんですけれども、今回は初めての方ということでね、パパもママもいらっしゃるということで、ご覧いただければと思っておりますよ。アマトの皆さん、いつもの、ね、常連の方々、たくさんのお寄せありがとうございます。X でも皆さんからの感想などお待ちしております。ハッシュタグひらがなでちょったく、こちらをつけて感想などつぶやいていただけますと嬉しいなというふうに思っております。あとでエゴサしますんで、帰り道とか明日の朝とか、はい、漏れなくやってきます。端から漁っていきます。ローラー作戦です。こちらの店舗ですが、前半40分は誰でも来店可能。あ、プロフィールも見ますよ。その後約5分の休憩を挟んでしれっと怖いこと言います。後半40分は店舗会員の方限定でお届けいたします。後半パートではダミーヘッドマイクのシュガーちゃんをたくさん使用します。事前に皆さんから甘いセリフを募集しておりまして、これらをねどんどん読んでいきたいと思います。プロフィール怖いんだ。プロフ怖いんだ。あ、そう。どうしてさ、そんな世界に開かれた窓で何が恥ずかしいことがあるのさ。いいんだぜ。というわけで、監視じゃないの、監視じゃないの、あの散歩、監視じゃないの、散歩、というわけでね、後半は店舗会員限定となりますので、運営コメントや詳細ページから入会をお願いいたします。じゃあやっていきましょう。佐藤拓也のちょっとやってみて、スタートです。さあ、パパさんママさんお待たせしました。今日のゲストさん登場します。ムロ元気さんです。みんなーバーカ、ムロ元気です。よろしくお願いします。お邪魔します。すいませんね。そういう感じだ。そういう感じなんです。ムロ君、スタジオとだいぶ雰囲気違うじゃん。分かった分かった。そっか。そうなんですよ。ムロ君はスタジオじゃ猫かぶってんだ。いや、スタジオでほら誰にも合わせる顔がないからずっとうつむいてるんですよ。もうでもここはね違うから別にもういいかなって。いっそすがすがしいね。ありがとうございます。ようこそお越しくださいました。お世話になります。よろしくお願いします。もう皆さんね、だいぶ温まってますよ。あら、もうですか。もうだいぶ今日はね、ムロ君来てくれるってことで発表された時点で、サッタクとムロ君大丈夫みたいな。何話すの。ざわついてましたね。ざわついてますけどね。いや、なんかリプライも結構来て、いや、なんかそう、はい、あのすいません、あの大変恐縮ながら、あの、はい、フォローはしないながらも、ムロ君とあのホリエル、シュン君の絡み見てると、あ、はい、あ、仲いいんだ、シュン君となと思って。そうなんです。なかなか苦み走ったトークをね、
繰り広げてるなっていう、うんうん、しゅんくんとはどうですか、どのあたりが共通項で仲良くなったの？あの共通項もなく仲良くもなく一方的に私が欲情してるだけですよ。あ、もう高まっちまってるんだ。そうなんですよ、ブログサイドが。はい、もう連絡先も教えてくれないんですよ。もう唐突に家に来そうだもんな。そうです、う行きますよ。なんでいないんですかとか言って勝手に来たくせに怒りそうだもんな。いいっすね。あ、そうなのね。そうなんです、アイコンが泣いてるんだろう、何が悲しくてムロ君泣いてんだろうってずっとあのタイムラインでこう一方的に見てんですけど、はい、もう全てです。あ、そうかそうか、この世に生まれたことを嘆きながら。そうなんですよ、ね、人は生まれてくるからな、泣きながらな。そうかそうか、おしゃれ、泣きたいこともあるだろうよ。そう、さあというわけでですね、はい、いつもはあのこの番組はあの缶詰を用意してですね、あら、そちらをあのゲストさんにご賞味いただくんですけど、はい、何を思ったかファルゾー、今日は、はい、どうしたのこれ。今日は焼き芋です。なんで、すごい、焼き芋焼き器をね買ったんですよ。買ったの。そう、すごいね、うん、よくて、なぜかというと、うん、入れて回す、ダイヤル回すだけでこんなに美味しいものができちゃう。今ね、本当に番組開始5分前ぐらいに出来上がったんだね、うん、そう、見てほら、この見事な断面、蜜出てるでしょ、ね、しっかり、これどれぐらいでできるんですか。40分ぐらいですね。あ、じゃあちゃんと中まで火が通ってるんだね、うん、お芋好きですか。見たことはあります。あ、さほどではない。いただきます。これは近くのスーパーでお買い上げ。そうですね。うん、お、うまだくちゃん、うん、ホクホクだよ。あ、ごめん、こういうのあんだ、ごめんね。ムロ君、えってかもしれないけど、ごめんね、こういうのあんだ。うまいね。おいしいでしょ。しっかり火通ってるもん。そう、うん、甘い。めっちゃ牛乳飲みたい。じゃ あ芋はさほどではない。ムロ君が召し上がってどれぐらいなもんか。まあさほど驚きはないですよね。芋だなと。ごめんなさい、先輩がこんなに頑張って朝からたのに。ごめんなさい。正直、ムロ君の正直さは僕好き。そう、いいのいいの。でもこのお皿ね、やっぱこの、ね、田舎のババンチ。芋をいじれよ。この芋をいじれよ。いい傘だなと思って。そうね、でも美味しい、美味しい。俺はあの皮食う派です。あ、美味しい。ムロ君は好きな食べ物何？麺類ですね。何食って生きてんの？あの、ラーメンです。ラーメンか、以上です。なんだこれ、なんだこれ。俺があんまりラーメン食わねえもんだから。食べろ。どうなんだ。というわけでちょっと読んでみよう。よいしょ。このコーナーではアマトの皆さんからいただいたお便りを僕とゲストさんがですね、いろいろいじって紹介していくコーナーとなっております。はい、この画像怖いね。角度角度。なんかですね、今回のテーマは今年やり残してることということで、皆さんからね、もうあれですよ、11月だというのに今年を食いるお便りたくさん、来ておりますけれどもね、あ、いいね、これはもうムロ君のファンの方じゃないかな、キレ散らかし人生さんからいただきました。お名前が。佐藤さん、ゲストの室さん、こんばんは。こんばんは。佐藤さんと室さんの絡みがあまり想像できなかったので、うん、どんな感じになるんだろうかとハラハラワクワクしています。見ての通りです。さて、今年やり残していることですが、私の場合は自炊です。23歳なのにゆで卵を一つ満足に作れないので、毎日スーパーの出来合いか出前かの、女版ムロさんみたいな生活をします。そうなの？なんだこの野郎。やるか早速。かかってこい、この野郎。出てこいよ。ゆで卵もゆでられねえ、来てみよう。バカバカ。それはね、あのごめん、自炊でもしょうがないってことある。内容がね、そんな自炊初心者の私にもできるような簡単な料理をぜひ教えていただけると嬉しいですと。まあ、別に料理ができないことはね、悪いことじゃないんだけど、うんね、できた方がまあ人生いろいろ、ね、いろいろ楽しいよってことがあると思いますが、うんうん、どうですか、料理なさいます？しねえな。正解。しねえな。最近食べたラーメン以外のうまいものはなんだね。納豆。
お供なのよ。いや、マジで貧乏人だから全然美味しくないです何食っても。あ、そうなの、はい、いるじゃん、なんかお金持ってそうな先輩とかさ、あの、はい、出版社の人に連れて行ってもらえるでしょうか、うん、全然なんですよそれが。そうなの。そうなんです、私もうマジで人と口聞きたくないから。もうよく出てくるねこの番組に。いや、仕事の中の話は別。、まあ、お金もらえるかな。お金もらえるなら、そう、これはもうギャラ飲みだじゃん今日。そう、ギャラ飲みですね、うん、そうか、そうか、ゆっくりしてってくれよな。ありがとうございます、そうだね、まあ料理と言えるかどうかわかんないけど、最近俺あの卵焼き用のさ四角いフライパン買ったのよ。卵焼き食いたくなっちゃって、で卵焼き実はちゃんとこの角のフライパンで焼いたことねえなと思って、焼いたら楽しいんだね。楽しい。なんかこうだし巻きとか作るんだけど、あのでどんどんこの層がね分厚くなっていく過程があの楽しいんだよね。最近ね、あのしかも普通のだし巻きもいいんだけど、中にこう海苔引いて巻いてみたりとか、あのカニカマ刻んだりとか、あのハム刻んだりして中に巻いてみたいなのを、最近始めたんだけど、卵焼きは多分興味ないかもしれないけど、甘い派辛い派どっち？辛い派。辛い派。俺甘い派なんだ。甘いな。なんで？なん、卵焼きやってみると楽しいよ。ぜひやってみてね。というわけで、うららさんからいただきました。ありがとうございます。たくちゃん、むろさん、こんばんは。こんばんは。むろさんのプロフィールを拝見していたら、なんと宮城の出身なんですね。お二人とも宮城出身で、地元トークで盛り上がる日になるんでしょうか。ならないと思います、この感じだと。田舎が東北なので、たくちゃんの方言がとても懐かしい感じが大好きです。二人で宮城弁トーク楽しみにしてます。さっき聞いたら、このあのめっちゃ仙台市内の人だったのよ。そうなんですね。むろくん、むろくんのご家庭はどう、なまってたりした？いや、なまってなかったですね。あ、おじいちゃまおばあちゃまはまた別にお住まいとかで。そうですね、結構実家福島の方だったんで、そっちはさすがなまってたんですけど。福島の方なんだ。はい。あ、そうなんだね。そうなんです。まあ、なんだったら僕仙台なまりより福島なまりの方があらちょっと強い感じあるんで、そうか、じゃああんまりいわゆる東北のいわゆるなまり的なお国言葉的なものにはそんな馴染みない感じだね。そうですね、まあなんかガイドとかの仕事たまにあるじゃないですか、まあ、だからそういう程度ではできるけどみたいな、馴染みはない感じですね。なるほどね。だってもうさっきからコメントで宮城 NG なんです、室さんって出てきてるもん、ね、NG じゃない、大嫌いなだけで NG ではない。俺ムロ君好きだな。ムロ君好きだな。ムロ君はどう思ってるか分かんないけど、一方的に今好きです。いや、私好きですよ。続きまして、青江さんからいただきました。ありがとうございます。佐藤さん、ムロさん、お疲れ様です。どうもです。ムロさんがゲスト聞いてどんな暴れ方をしてくださるのか、発表から期待でご飯が美味しいです。ありがとうございます。そんなわけで、今年やり残していること、耳が痛い皆さんも多いことでしょう。ズバリダイエットです。いえ、私はそれでも今年は佐藤さんのお渡し会などへの参加もあり、気合の入り方も例年以上、目標数値も達成したのです。すげえじゃん、やってんな、素晴らしい。ですが問題は、以前佐藤さんもおっしゃっていた通り、数値だけでなく鏡に映った姿、やはり体重を減らすだけでなく筋トレなどによるシルエットの改善、これがなかなか達成できず、ムロさんも X を拝見するとよくダイエットをしてるようなしてないような、まあとにかく楽しそうな投稿を目にしますが、どうでしょうか、ダイエット進んでますか。お二人に筋トレかっこ特にお腹周りを継続することなどあったらぜひ。なんかさっき聞いたらダイエット大好きらしいじゃないですか。大好きなんですよダイエット。ねえ、趣味ダイエットみたいな、そういうところもあります。ねえ、そんな一面もあって。ジム通ってんだって。昨日初めて行きました。昨日かい。ほやほやのほやじゃん。どうだったジム。くそつまんなかったです。これ何してるんだっていうのが湧きますよね、疑問が。一人で行ったのジムは。あ、一人で行きました。そうか、トレーナーとかに習った方が楽しいのに。あ、トレーナーさんについてもらって、その個室のジムでみたいなのやったんですけど。あ、ちゃんとしてんじゃん、どうよ。いや、なんかバカみたいに上手ですよとか言うじゃないですか。バカにしてんのかと思いません、あれ。逆にディスられたらどう、そんなもんかよブローみたいな。殺すって思いました。向いてねえな。向いてなかった。人に教わるの向いてねえよ。そうですか、そうですか。なんでじゃあおもむろにダイエットなんか始めたのさ。やっぱ脱ぐと激ポチャなのって見えるじゃないですか、お風呂場で。あ、自分でね、目にするわね。さすがになと思って。でも痩せてどうするんだっていう疑問はやっぱ湧いちゃいますよね、それで。見たところで。そう。じゃあ初めて見たところで。じゃあそもそもなんで痩せてどうすんだ俺は。そうなんですよ。どうなりたいんだっていう。見る人もいないのに。誰に見せるわけでもないのに。そう。
今ジムにイケメンいたっていなかったよそれも不満だったんだなきっとな。そうなんですよ。ムロさんポチャってないよってほら。あもう言うのこいつらこうやってすぐ言うのムロさんファンはさ、ムロくんのどういうとこ好き？俺は今このなんだ歯に気に着せぬキャラは好きなんだけど、うん、あのだだ予想っていうか代弁していいですか、うんうん、あの自分より愚かな生き物を見たいだけなんですよ、こいつだって。そうなの？そうなんです。おいホリエル連れてこってやだやだ、うん、いいよいいよ、もう汚のないこういうとこ。そうだなそうだよね、うん、正直だよね。あ顔だって顔ファン。顔ブスが好きなの？何なの顔ファンだってこういうとこが好き。いやいいよね。もうあんまり言われると本当のとこかすってムロ君恥ずかしくなってきちゃうだろうから、まあこのぐらいにしとこうか。正解、ね、だんだんこういうキャラ作ってるとだんだん苦しくなってくるからな、本当のことがかすでやすそうですねまあお腹周りはね、あの実際お腹が一番脂肪つきやすいからお腹が減ってくるのは最後だと思ってください、うん、なんで根気よくやってください。ちょっとずつ減ってきますから、うん、俺なんか顔あんまり痩せたくないのに顔から痩せてるんで、佐藤さん痩せましたねって言われるのがすごく怖くて、久しぶりの人に病気って言われて、いや全然違うっつって俺なんか顔から痩せてくのがね、どうにかねしたいんですけど、バランスよくね痩せたいですよね。もうちょっといけっかな、もう、ね、もう少し読んでみようか。はい、こちらじゃあ白子さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。私が毎年年末までやり残しておくことが占いの答え合わせです。そう、若い頃から年末に発売される某雑誌うんあんの占い特集本を買っては友達と見て、来年の8月に彼氏できるよとか、あいつと別れるなら3月かなどと酒の魚にするのですが、個人的に楽しいのは答え合わせなんです。占われた出来事が当たっているとこの占い師さんは合うんだなと思えるので、また今年も参考にしようとなります。お二人は占いお好きですか？どうですか占い？占い、まあ、好きでも嫌いでもなんか暇つぶしですよねあれって。まあそうだね。でもすごい、あなんてセックス特集以外にあんなにあれ真面目に見てる人いるのね。そうね、あの表紙のね、見目麗しい男女のね、いいんかこれみたいな。うん、びっくりした。お好きですか占い？占い、まあ気にはするけど、 あんまりなんかそれを人生の指針にはしないし、まああれもエンタメだと思う。なんか一個、おいねえねえだって今日はサイレンなんかないよね、ファルゾー。サイレンないですよ、生ですから。そんなものはないよ、垂れ流しだよ。ファルゾー、じゃあセックスって言ったらわーって言って吐き消して頑張って俺たちそういえばこんだけなんかやれ奥さんだなんだって言ってる割にさ、うん、言ったことないね、特定の言語ね。え、そうですね。ねえ、言わずにどうやって48回番組やってきたんですか奥さんでも出してきたよな。すごい、奥さんで48、すごいわね。ねえ、逆に聞きたい、あそういうワード、聞きたいどう聞きたい言ってほしい聞きたい、なんだなんだなんだまあ言わないんだけど、言わないんだ、言いません。はい、続きまして、みえこさんからいただきました。ありがとうございます。佐藤さん、室さん、こんばんは。こんばんは。私がやり残していることは積みゲーの消化。好きすぎて終わらせたくない。全員レベル99なのにどうしてもラスボスに勝てない。船に乗れないの3本ですこの中の1本は9月頃にキーブレードをぶん回し無事にエンディングを迎えましたが、勢いに乗ってラスボスに挑もうと思ったところ、アライズ続編の発表、残り2本の持ち越しが決定した瞬間でした。ちなみにアライズ本編はノンストップでクリアしているので、続編を絶賛プレイ中です。お二人は積みゲーってありますか私の積みゲーはキングダムハーツ3、ドラクエ11、アサシンクリードの3本です。タラオの口からアサシンクリードは出ないだろうタラオがタラオガチャガチャガチャ、あ、見張りますねズル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 、あー、おもろ全部やってくれるゲームしますか？そこそこやってます。
自分の出たゲームはする人ですか？あーやります。どういうところを見ますか？あの声ですよ ね、 それはね。だからそれどころじゃなくなっちゃいますよね。ゲームどころじゃないっていう。そうですね。俺あの自分がやったゲームやってるところをですね、あの友人何人かでこう例えばアサシンシリーズなんかやるわけですよね。友人たちとそれを自分でプレイしてて自分のセリフが聞こえてくるじゃないですか。うんうん、お前よって。ゲームしてる時はいいけど自分の声が聞こえた時だけ人殺しそうな顔してんぞって。なんかもうえっつって仕事の顔になっちゃった。ほんとよーみたいな顔してんでしょうねきっとね。積みゲーね、まあアライズね、ビヨンドザドーン出ましたけどね、実は僕もまだビヨドン感届いたんですけど、うん、プレイしてなくて、っていうのは僕も全クリはしたんですけど、うん、レベルがまだ80中ぐらいだったので、あの今朝100まで持ってきました。あ、今朝100まで持ってったんでそろそろビオドンやろうかなと思ってます。ぜひ、テイルズ・オブ・アライズ本編はもちろんですが、ダウンロードコンテンツ、ビヨンド・ザ・ゾーン好評販売中配信中でございますんで、いや俺個人的なこと言うと、後日談も見れて遊べてっていうことでいくと、だいたいドラマ CD の価格帯が 2,3,000 円だとすると、はい、後日談見れて遊べてっていうことで言うとファンディスクとしてはいいところなんじゃないかなって手前味噌に思ってます。はい、なので、ぜひご興味ある方遊んでいただければなというふうに思っております。というわけで、ちょっと読んでみようのコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで、今年やり残したことということなんですけど、やり残したことがある方が来年頑張ろうってなるんで、やり残したことあっていいと思います。はい、で次回のテーマは来年やりたいことです。今年やり残したことを来年やりたいですのもいいです。そんなもんです。元気であれば人生はきっと続いていきます、きっとね。というわけで、続いてちょっとやってみようのコーナーですが、ファルゾー進行よろしく。はい、こちらムロ君から提案いただいたことを今日やりたいと思います。前回はディベートやりましたね。苦手だったディベート。あ、そうですか。ちょっとそれに近いような企画でございます。おで、まずお題を決めて、100人はそのお題に対して楽観的な意見を主張してください。おで、ムロ君は、悲観的な意見を主張してください。得意そうだ。で最後アンケート取りますので、どちらの意見が刺さったかを判断して、対決という形にしたいと思います。なるほど。はい、なのでなんかさっき宮城県がね、っていう話が出たので、一発目のお題は宮城県にいいよしようかなと思います。制限時間はまあ1分2分ぐらいですね。私の方で終了って急に言いますんで、そこまで、やり合ってください。おい、いいですか。いいよ。これちゃんと芯まで火通ってるね。そうですね、ではいきます。用意スタート。実家は居心地がいいじゃん。よくないです。なんでなんで。だって年老いた両親と私、いたところで何がいいことあるんですかって話じゃないですか。もう墓じまいの話とかもう老後の話とか介護の話にしかならないじゃないですか。でも帰るからそういう話ができるんだと思うよ俺。帰ってないでさ、いざさある日突然親戚から電話が来て、おい元気大変だってなった方が俺は大変だと思うから、実家いいよやっぱり。そうやってさ、あの老いていくかもしれないけど元気な両親の姿見れるのは実家っていうか宮城ならではだと思うぜ。実家の話、いやだ、実家怖い。あと宮城はいいよ、酒がうめえ。まあ、酒飲まないですし。飲まないんかい。飲まないんですよ。飲まないの、なんで飲まないの。なんかなんて言うんですか、飲んでるとなんかイライラしてくるんですよ私。多分更年期だと思うんですけど。早くない。そうだいぶ早いんですよ。もう暑いしイライラするし、もう浴場するし、もう最低なんですよ。もう最後どうした。酒関係ない。最後どうした。宮城関係ねえ気がする。あいつらもう二言目にはもう笹釜だの牛タンだのずんだだの言うじゃないですか。わー次だ、ずんだいいじゃん俺。ずんだ未だに作るぜ自分で。ずんだもう豆なんかこの世のどこにだって今ある。もう佐川も大和もあるんだから、この世のどこにだってあるのに。詳しいじゃん。やけに詳しいじゃん。いや
やだでなんかだって嫌じゃないですか、宮沢賢治の出生の地って言われても、なんか例えば 岩手でしたっけ、岩手ね、そうとか言われても、だから何ってなるじゃないですか、うんうん、だからずんだを生んだ町って言われても、だから何じゃないですか結局。あそうか、そうでもなんかもう錦の門みたいに言うんですよ、ずんだってそう宮城がなんぼのもんじゃった話ですよ。でもなんか俺、はい、お客さんたちが仙台駅でずんだのシェイクとか牛タンとか食ってくれてるの見ると俺は嬉しくなるけどな。あもうやだ、あんな最近できたものに群がってバカみたい。全くなんか自分の預かり知らないものだけど、うん、預かり知らないそのいわゆる地元の企業が作ったものだけど、自分が生まれ育ったものをなんか知らない人が食って幸せになってくれてる絵は俺はすごく幸せだと思うけどね。じゃあもう私この辺の人みんなになんか湯べしでも配りますよ。それ食べてりゃいいじゃないですか。湯べしうまいよね。いや大嫌いあれ。俺くるみ湯べし大好き、ずっと食える。歯に挟まるのあれ。いやもう込みよ、込み込みで、で、お終わり。爆発するんだ。爆発した。さあアンケートを出してください。昨日とムロ君ね、ずっと芋食ってる。すごい戦いでしたね。芋食いながらずんだの話してる。確かに確かに。おしゃれおしゃれ家庭な。さあどっちの意見が刺さったでしょうか。皆さん審査お願いします。何を持って良かったことになるんだろうこれ。そうだね、何を共感共感か。そうですね、いいかな。じゃあ結果出しますよ。結果すげえ、俺がやっぱりどうぞ。あ、負けちゃった。ああ意外と楽観。意外ともう裏切り者どもが一生宮城から出るんじゃねえぞこいつら。ムロさん相手にタジタジしない方新鮮。そうなの。あそうなんだ。みんなもっとタジタジすんの。やっぱ若い子と触れ合うことが多いんで。ああ。やっぱもう先輩なんてもう海鮮山鮮じゃないですか。もうだから、あめんどくさい人いっぱいいるよ。そうですよ。そんなことない。それは言ってるんだ。しばらくしばらくそれはフォローすんだね。それ面白いな。なんでなんでなんでその感覚なんでだよ。そうですねかと思いきや、いやそんなことないです。やっぱ下積みしてるからこう年功序列がね。そこはフォローすんだ。面白い。はい、じゃあ次のお題は、あらじゃあ飲み会にします。あ飲み会は必要か必要じゃないか、うん、いいよいいよ的な、うん、いいですか。よーいスタート。あれ誰が幸せになるの。俺え俺幸せになる。幸せになるんですか。幸せだよ。やったただで飯食えるしな。あ年長者と行くと、あ、ね、そう年長者と行くと、うん、場所によるじゃないですか。しかもなんかクソムカつくことに、なんかなんか広報みたいなおじさんが、じゃあ男の子は全然でとか言うじゃないですか。あれムカつく。ほんなあれそうで飲み会はいいけどあれは嫌い。あれ大嫌い、うん、あれで女の子もなんか あはーいみたいに言うじゃないですか、うん、もうこうはーってなるじゃないですか。じゃあ飲み会の何がいいって、うん、偉い人といたらおごってもらえるけど、うん、下の子たちと行くとこっちがおごるじゃん、うん、そうすると一瞬でもちょっと好きになってもらえるから俺はやりたい。あ別に財布と思ってもらってもいいよ。だって自分が若い頃なんてさ、うん、全然もうお金もねえのにホイホイついてってさ、うん、今財布に1000円しかなくて仕方ねえなっつって黙って飯食えるからさ、うん、そのなんかこうなんだろうな、居心地の良さとか甘えられる瞬間って実は、うん、子供の頃より大人になってからの方がシーンとして多くて、うん、そこはだからなんか飲み会っていうのを利用してその人と仲良くなれたり、なんかこう自分の居場所が作れるツールにもなるので、うん、そこはね俺は飲み会の良さだと思いますけどね。やっぱ光の面、光の世界じゃないですか。光の面だけ見るとね。そう闇の飲み会って1万円払っても、うん、でもいいから行きたくないものなんですよ基本的に。あるもうこのおじさんどうしてこんなことするのって。ああそっか、でも行ってわかるね。闇の飲み会の楽しさもまたあるから。あれ楽しいんですか。楽しい楽しい。ああなんかこの人光の人かと思いきや、あ光の中にも影があるから光はより輝くのであるなっていうのを見れて俺はそれはそれで好きだね。それはある。そのひょうきんひょうきんなイメージだったのにあらっていう時あるじゃないですか。ある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 。そうだからあれが怖すぎてもあれ好き俺。ちゃんとしてるかと思いきやちゃんとどうしようもないとこあるじゃんって思うのすごく好き、うん、なんかこう一人でどうしようもない部分で完結してくれればいいのに、うん、もう巻き込んで怒るじゃないですか、うん、お前のあれはなみたいな、もう知らない、うん、1万円あげるから黙ってって言いたく
くなるの。それはね、ムロ君がね、意外と他人に興味を持っちゃうから1万円出しても逃げたいと思うのだよ。そんないちいちジッパー人からぎりして興味持ってたら潰れちゃうから、うん、ほどほどにしときな。あれこれ飲み会賛成の話。あれどっちだったかな。つかず離れずでいる飲み会が一番楽しい。そうだ。なんか どうなんだろうな。そう、なんかもっと大きなものについての非難のお話でしたよね。アンケート出してください。もうね、うん、いろんな人いる、うん、本当にいろんな人いる。これでいいんだ。いや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 、そうですね。やっぱいますよね、何人かこう引退する日に殺しに行こうと思うやついますよ ね、 やっぱりね。あ、でも自分の手は汚したくないから放っておく。自然死を、自然死していただく。さあ、じゃあ結果出します。結果どうぞ。おー、あー、ちょっと室君増えたね。ちょっと確かに 10% 増えた、嬉しい。そうですね、まあでも逆に強いですね。うん、強い。まあ楽観視っていうか、そうだね、あまりあのネガティブな感情を持たないように生きてる。あ、心がけてるんですか。うん、めんどくさいから。ネガティブな感情を持つってことはその人に興味持つってことだからさ、うんうんうん、あの余計なエネルギー使いたくないのよ。そうですね。その分俺は自分が好きな人とか自分を好いてる人の方にあの全力向けたいから、うんうん、いちいちあのネガティブな環境はあの持たないようにしてる。偉い。なるほど。そう、時間とエネルギーがもったいないから嫌いな人のことは考えない。正論。さあ、じゃあもうちょっとだけやらせてください。あ、次のテーマ、女の子です。女の子、はい、お、私は肯定したらいいのかい。はい、あ、わかったわかった。いいですか、いきますよ。よーい、スタート。いいよ、女の子はいてくれるだけでいいよ。え、いてくれるだけでいい。まあそれは確かにね、おっぱいに興味があったらそれでもいいかもしれないけど。いや別におっぱいなんかあろうがなかろうがいいんだよ。黙っててついてんだから男にも。あ、まあまあ、まあ、乳首はそうですね。うん、うん、でもだからそのそれを取っ払った時に、うん、そどなんか一緒にいてその肯定なんていうの、このな大事にしてもらって当たり前みたいな態度取られるとお前 何考えてんのって思うんですよ。でも大事にしてもらえて当たり前って思うメンタルに至るまで、うん、そういう自分であろうという努力の跡が見えるから、うん、なんていじらしい生き物なんだろうと思う。努力じゃないのあいつ。もうあのさ、私はチンコにしか興味がないっていう話なのにバレそう。ピーッ。叫んでチンコって言ったら叫んで。おせえ。そうそうそう、もう日中の悪魔なの。悪魔悪魔なの、ファルゾって悪魔なのよ、私。悪魔ってどうやって増えるの、ここどうなってんの。悪魔はもうピッコロさんみたいに。あ、口から出てくるの。出てくる。あ、じゃあ生殖の必要がないのね。そうですね、うん、何の話。あれ悪魔の生殖の話だったの。いやでも女の子という生き物はだって俺たまにさ、うん、イベントで女装すると分かるけどさ、すっかすかのミニスカなんて寒くていられないじゃん。あ、まあそれはそう。いやそれをさ、やれ、うん、かわいいとかおしゃれのためにさ、うん、歯を食いしばって冬を耐え忍んでる女の子見るとなんていじらしいんだろうと思うよね。そう、それなんかいじらしいと思ってくださってる男性はそれでいいと思うんですけど、うん、こんなに私はミニスカで我慢してるのにって言われたらしまえって思うんですよ。裾伸ばせ。まあ我慢をするね、うん、あのしんどいだったら履いたらいいしと思うしね。そう、履けばいいじゃないの。もも引きでも何でも履いたらいいのに、なんで足出すの。それ込みよ女の子は、うん、足出して恩着せがましくされてもチンコがないんだよ。ダメ。チンコおついてないとムロ君は許せんのか。だいたい怒ります。そうか、ついてないと許せんのか。そうかそうか、そうなんですよ。じゃあこ、まあ、生き物としてじゃあそれはしょうがないな。しょうがないですね。それは君にとってのそのなんていうか、あの、うん、利点にはならないかもしれないな。うん、でもおお、爆発した。おピーヨン探してる間に時間になっちゃった。爆発しちゃった。さあ、アンケートしてください。はい、これはなかなかの戦いだったんじゃないですか。うん、でも視聴者が女性だったら私これ負け戦ではもしかしなぜ引き受けたのかしら。さあ、結果出しましょう。どうぞ。あ、ちょっと伸びた。でも、ね、でも、うん、だいぶまあね、うん、接戦になってきた。いいね、女子は基本同族嫌悪よって。またこれまた生物としての何か本能を感じるね。はい、じゃあラストです。おお、まあ、ここのお店はですね、おもちゃ屋さんなので、うん、おもちゃテーマにしていただいて。あら、おはい、対決していただいて。一応おもちゃ屋さんだからね。おもちゃ屋さんだからね。いいですか。はいよ、いきます。よーい、スタート。おもちゃで遊ばぬ人間だときっとおらんだろう。
え、今もですか？きっと何かしらこういう製品でなくても、うん、石ころだろうが砂だろうが何かをおもちゃにして、うん、人はきっと生きていくよ。まあ、何か道具を用いて遊ぶということはそういうことですよね、うん、そして今ムロ君は何を考えたのおもちゃで遊ばぬ人間はいないって大人の男性が言うとちょっと違うんですよ。やっぱりそれは思うけどさ、あの誰がっていうか俺が言ってるからだろちょっと感じてしまいますよね。俺が言ってるから何かしらのフィルターとかバフがかかって何か受け取る側にそういう影響をもたらしているんだろう。最近分かったよ、あの3割増し卑猥に聞こえます。やっぱり なんで俺が言うとそういう風に解釈されちゃうんだろうと思って悩んだ時期が僕にもありました。悩んじゃったんですか。真面目に言ってんのになと思いながらやっぱ、うん、でもやっぱ大人であればこそ、うん、物に頼らず自分の、うん、自分の手でなんか今なんかわーやばそう、もう片指ちょっと抜けとけよ。今シーン出たからな、シーンがT のシーン出たから大事なことですよねいやでも大人になってからの方がやっぱりほらある程度子供のその扶養されていた頃と比べたらさ、ある程度自由にできるお金も増えてさ、こう昔買えなかったおもちゃとかをさ自由に買えたりすることもあるから、やっぱり日々の生活の潤いにもなると思うよね。うーん、いいですよね。こうあ、ムロ元気守りに入るドンキホーテにもそういうコーナーありますもんね。ドンキホーテはいいよ。やっぱりあのみんなで遊べるパーティーグッズとかもあるもんね。そうですね、隣にね服とかも並んでますもんね。そうそう、なんでもあるよ。ドンキホーテの話あらあの赤と白のね、うん、グッズとかもいろいろ置いてありますからね、ドンキホーテ、ね、あるあるある。なんかあのコスプレグッズとかもあるもんね。はい、その周りに置いてありますね。え、ムロ君好きなおもちゃ何？好きなおもちゃはあのこちょっとあのちょっと回転する系のがやっぱ見てて楽しいですよね。あ、やっぱりこの男の子だからね、うん、こういっぱい動く電気で動くやつとか楽しいもんね。そうですね。分かれた何が何だ何の話だ、何を考えてるんだ、いい大人が、いい大人は書くな天下って言うんじゃない、すれ違いコント僕は全てを肯定するまでちょっと同じ方向見てはいましたよ、うん、一瞬、うんうんうん、さあ、アンケート結果出してください。どうぞ。おこれはまあ、あの多分初手で今滑ったから口が滑ったから口がね、よかった、口が滑ったならよかったさあ皆さんお楽しみいただけましたでしょうか。いいね、ムロ君の刃のキレもちょっと鈍ってきたところで、ちょっとやってみよう。この辺りで終幕でございます。前半終わりです芋食ってたら終わりですあら、というわけで、後半パートは店舗会員限定でお届けしますよ。まだ会員登録のお済みでない方は会員登録の方よろしくお願いします。詳しい入会方法などは運営コメントのリンクからチェックしてください。会員限定パートではですね、なんだっけ、ちょめちょめだっけ、なんだっけ、ちゃおちゃおこういうなんかちっちゃい人形を使ってですね、あのサイコロを転がしてこういうやつで遊びます。よろしくお願いします。一個も間違ったこと言ってねえだろ俺はさっきリハした時にこういうやつとたくにサイコロ振って、ね、サイコロ振って遊んだろおいなあ、ムロ、ちょっとしごかないでください。筒の中にサイコロ入れてやるよ。鬼しごきはやめてください。先輩困る。なあ、ムロ先輩というわけで、ぜひご覧ください。さあ、ダミーヘッドのシガーちゃんに甘いセリフも言ってみますよ。ダミーヘッドを体験したことのない人もあんまいないかもしれませんけども、ここで試しに一言ダミーにささやいていきたいと思います。はい、じゃあ、ムロ君、一言なんかささやいてごらんよ。うわー、やった。じゃあ、やりますかね。いきますよ。あんたちょっとうんこついてるわよ。
はい、拭いてきてください。というわけでね、皆さんイヤホンかヘッドホンをご用意ください。よろしくお願いします。そしてダミーヘッドマイクを使って朗読もします。さあ、ここでお知らせでございますけどもですね、今週末ですね、ストリーテラー私朗読グリムということで、加瀬康之さんと始めた朗読のコンテンツ第2弾ということで、シアター千住というところで行います。なかなか渋い人選で、渋い台本でもって、作っておりますので、ぜひご興味ある方、配信もあるようでございますので、ぜひ、ご覧いただけたらなというふうに思っております。そしてさっきちょろっと出ましたけど、多分テロップ出ないと思うけど、アライズのビヨンド・ザ・ドームも、ダウンロードコンテンツありますので、ぜひ、あの本編も今お安くなってるみたいなので、ぜひ、あら、よろしくお願いします。はい、あ、はい、そ、はい、主役です、よろしくお願いします。はい、じゃあ室尾くん何かありますか。あ、はい、じゃあちょっと失礼して、1月27日来年1月ですね、児玉拓哉とやってるあのベシャリラバーズって番組があるんですけど、そちらのイベントをやらせていただきますので、あの ご興味ありましたら、あのラジトモの運営のサイトの方から、あの見ていただけましたら、チケットのフォームがありますので買ってください。お願いします。告知はちゃんとすんだな。その偉いな。資本が絡むときはね、さすがに大人じゃん。というわけで、はい、春蔵からは、はい、私も11月の20日21時から YouTube でソロで配信させていただくことになりました。はい、はい、なのでお便りまた送ってくれると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。お願いします。次回はですね、もう決まってまして、12月の22日です。皆さんお待ちかね、うん、宴です。宴です。飲み会をやるよ。やるよ、やるやる。現在出席者はですね、ファルゾー私、そして、はい、チャンユー先輩、はい、林先輩、そして重松さん、はい、久しぶりに重松くんに会いますよ。そうですね、元気かな。あとは現在調整中、ミスター K、 ミスター K、 ミスター K、 どっちの K かな。どっちの K かな。ミスター K、を発注調整しているところでございます。はい、早いもんでもう忘年会ですよ。そうですね、忘年会、忘年会。ちょっといつもとこう雰囲気を変えて、にぎやかに、声高らかにやっていきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。じゃあここで姉妹店のお知らせもさせてください。よろしくお願いします。今画面に出ておりますけれども、姉妹店もこのお店同様に前半は誰でもご覧になれますので、気になるお店ありましたらぜひともご覧ください。なんかもう浜くんがいっぱい来ます。カリバーと八尾さんのところにうちの浜がどちらともお世話になるという。そうなんです。すみません、よろしくお願いします。はい、ということでございます。それではまたすぐ店舗会員限定で再開しますので、しばしお待ちくださいませ。ここまでのお相手は佐藤拓也とゲストの室元気でした。それではまた後ほどです。ありがとうございました。バイバイ。